ここには同行計がついていて、脳疾患の方の観察をする際に用いています。患者さんの皮膚を誤って傷つけないように、こういうふうに保護がしてあります。皆さんこんにちは、看護師ののぞみです。今日は看護師のポケットの中身と必需品についてお話ししたいと思います。私は詰所にナースのカタログがあって、みんなで必要物品を注文していました。またカタログではなくても、最近では通販サイトでも購入できるので、ぜひ参考にしてみてください。それでは一つずつ紹介していきたいと思います。一つ目は聴診器です。私はリットマンというメーカーのものを使っています。これは学生の時に購入したものなんですけど、私はグレーを使っているんですが、他にもブルーだったりピンクだったり、いろんな色のものがあります。聴診器はみんな同じ場所に保管しているんですけど、だいたい同じ色の聴診器を使っている人が3、4人はいます。なので、区別するためにこんな風に名前を書いたりキーホルダーをつけて区別をしていました。続いてはペンライトです。ここを押すとこんな風に光ります。私はピーター・ラビットのキャラクターのものを使ってたんですけど、他にもいろんなキャラクターのペンライトが出ています。ここには同口径がついていて、脳疾患の方の観察をする際に用いています。同口径の下には差しがついていて、褥瘡や皮下出血や傷の大きさを測る際に用います。続いてタイマーです。タイマーを使うときは、ものすごく忙しいときに絶対忘れてはいけないこと、そういうときにタイマーをかけます。例えば30分後にシャワー後の血圧を測らないといけないとか、1時間後に抗生剤が終わって取り外しに行かないといけない、他には15分後の観察に行かないといけないとか、そういった時にタイマーをかけて忘れないように気をつけています。続いて印鑑です。このまま紙に押せるようになっています。もともとキャップがついているものを使用してたんですけど、ポケットの中でキャップが外れてしまったりとか、やっぱりすぐ押せないので、これが便利かなというふうに思います。これはだいたい1000円ぐらいで購入できますし、インクを継ぎ足せばずっと使えるので便利だと思います。続いてペン類になります。ペンは用途類によって使い分けているので、それぞれ説明していきたいと思います。これはマジックです。マジックは点滴のボトルに時間を振ったりとか、貼り薬をしている方の日付を記載したり、あと皮下出血があるときは大きくならないか経過観察をしていくんですけど、その際に皮下出血に点線を書いていきます。皮膚とかテープ類はマジックでしか書けないので、必ず持っておいた方がいいと思います。続いて蛍光ペンです。蛍光ペンはワークシートなどで、絶対に忘れてはいけないこととか、禁止事項とか、アレルギーがある方とか、そういったところに蛍光ペンを引いて気をつけるようにしています。患者さんに指導する際も、大事なところは蛍光ペンで引かせてもらったりもしています。続いてボールペンです。ボールペンはだいたい3本から4本ぐらい持っていて、1本は自分用なんですけど、時々患者さんに貸すこともありますので、だいたい3本から4本あったらいいのかなというふうに思います。個人的におすすめなのはジェットストリームの 0.7mm のものです。だいたい定価150円ぐらいで買えます。とっても書きやすくておすすめです。中にはペンポーチを使用している人もいるみたいなんですけど、私の病棟には1人だけでほとんど使ってはいませんでした。多分使う理由としては、このペンのキャップが取れてしまって白衣がインクで汚れてしまうのを防ぐために使っているんではないかなというふうに思います。あとは白衣を着替える時にペンを1本1本白衣に移動させるよりは、こうペンポーチでいっぺんに移動させる方が楽なのかなっていうふうには思います。ペンポーチは最初からは必要はないと思うので、自分が働いてみて必要そうだなと思ったら購入をしてみてください。続いて LED ライトです。これは夜勤の時に患者さんの部屋を巡視する際に使用しています。病棟にも大きい懐中電灯はあるんですけど、
私はちょっととっても重いので自分で購入して小さいものを使っています。巡視する際は患者さんを起こさないように足元を照らしたりとか床を照らして気をつけて巡視をしています。続いてハサミです。患者さんの皮膚を誤って傷つけないようにこういうふうに保護がしてあります。紙ももちろん切れますし、テープ類も簡単に切ることができます。例えば患者さんが退院する際にネームバンドを切るんですけど、その際もこういうふうにこちら側を下にして保護している方を下にしてネームバンドを切っています。続いてはメモ帳です。一つ一つ説明していきたいと思います。一つ目なんですけど、これは自分が勉強してきた疾患だったりとか検査の手順とか、お薬の副作用とか作用機序とか、そういったものが書かれています。これは新人の頃から自分が勉強してきたことを書いています。ノートの中身はこんな感じで、これは下肢の動脈の略語だったりとか、これは循環器で使う、略語を、ノートに貼って、すぐに調べてわかるようにしています。これは新人の頃から使っているんですけど、循環器の主な疾患や治療、お薬や不整脈について書いてあります。新人の頃はこれを持ち歩いているとすぐにポケットから出して調べれたりとか、患者さんの意識レベルを判定する際にジャパンコーマスケールとかグラスコーコーマスケールを使うんですけど、それもこれを見たら判定ができるようになっているので、覚えてなくてもこれを見たら分かるように持ち歩いていました。この他にもポケットサイズのすぐに調べられるものはたくさん出ているので、自分に合ったものを使ったらいいのかなというふうに思います。このメモ帳は後で調べたいことをメモしたりとか、本当のメモ帳として走り書きのような感じで使っていました。他にも駆血帯は、個人的に購入されている人もいましたけど、私の病院はたくさん駆血帯が準備されていましたので私は購入はしていないです。あとは病棟のもので、今日ここには持ってこれなかったんですけど、アルコール綿と乾綿とテープは、ひとまとめにして、ポケットに入れていました。どういった時に役立つかというと、ナースコールで患者さんのところに行って、例えば点滴を抜針する時、その時にそれを持ってなかったら一度詰め所に戻らないといけないんですけど、それをポケットに入れてたらその場で抜針することができるので私は持ち歩いていました。病院によっては腕時計を腕にすることが禁止されたりとか、この胸ポケットに入れることを禁止しているところもあるようです。以前ご質問があったんですが、結婚指輪やネックレスはしてもいいんですかっていうご質問があったんですけど、私の病院では結婚指輪は感染の問題からこの辺りの手洗いがしっかり行えないっていうところで禁止されています。小さいネックレスに関しては病院では禁止はされていないです。ピアスやイヤリングは禁止されています。続いて個人的に持ち歩いているものについてお話ししようと思います。ハンドクリームです。看護師は手洗いを何回も1日にするので、やっぱり手荒れをしやすいですし保湿が必要です。皆さん自分に合ったハンドクリームを持ち歩いて適宜保湿をしています。私はお気に入りのロクスタンのハンドクリームを使っています。続いて目薬です。結構病棟は乾燥していたりとか、やっぱり長時間パソコンに向かっていると目がしばしばしたりするので、目薬を持ち歩いています。あとは、ポケットには入れてないんですけど、ポーチには頭痛薬を必ず入れていて、頭が痛くなったりとか腰が痛くなる時があるので、その際には飲んでいます。私は必需品です。今日は看護師のポケットの中身と必需品についてお話ししました。病院によっては揃えられているものもあると思うので、最初からすべて自分で揃えなくても大丈夫だと思います。
仕事をしながら徐々に必要そうなものを買い足していったらいいのではないかと思います。皆さん最後まで見ていただいてありがとうございます。今日の動画が参考になった方はチャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。ではさよなら。